タレントピコ、ペコイコール27が10日に公式 YouTube チャンネルを更新。昨年8月に離婚を発表した元夫で、タレントリシェル、リューチェルイコール27が、同チャンネルに初出演し、現在の関係性について語る場面があった。ピコは、それとかも極端な話なんですけど、育児放棄できてしまうんですよ。ごめん、自分は男性が好きだから、別々に生きていきましょうって言えるじゃないですかと言いながらも、でも、その選択を取らずにね。当たり前のことなんやけど、息子の親として、責任とか覚悟を忘れないっていう選択を取ってくれたことには感謝してるし、それと同時に、リシェルを支えてくださる方々にも頭が上がらないですと語っていた。